じゃあもう一回行きましょう。せーの。パチュールカフェ。乾杯。ねえこれいります？いやいるでしょう当然。このタイミングで来た人だっているでしょうから。確かにまあ確かに。いらっしゃいませ。いらっしゃいませどうぞ。いらっしゃいませ。こちらの席どうぞ。ごゆっくり。冷やかしはごめんだよ。冷やかしはごめんですがね。持ってけ泥棒。持ってけ泥棒です。はい。今日はですね。はい、今日6月13日はなんと夏、ちょっと待って待って言いづらくなるから、夏目えりさんの誕生日ということでね。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっと歌ってもらっていいですか。じゃあそうだね、誕生日なんで歌ってもらおうか。私がですか。ご自身でどうぞ。いやいや私誕生日、君たちが歌うんじゃないんだ。あ喉が苦しい。やべどうしよう。うえはちょっとね逆にちょっと飲食店においてちょっとあまり良くないか。良くないです。はい。じゃあ歌えますか。あ、そうですか。じゃあハッピーバースデー歌えます。おめでとうおめでとうエリネキ。恥ずかしくないこれ。ハッピーバースデートゥユーハッピーバースデー。ちょっと待って待って。ハッピーバースデートゥミーだから。あ、そっか。ハッピーバースデートゥミー。あなたは誰？ハッピーバースデートゥミー。え、もう一回。おめでとうおめでとうエリネキ、ハッピーバースデートゥーミー、ハッピーバースデートゥーミー、ビール開けた、ハッピーバースデーハッピーバースデー。どんどこ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 燃やしてくれるみんな。あ、燃やしていただいてもちょっとありがとうございます。これすごい自分でやるの恥ずかしいんですけれども、なんですこの僕誕生日ですよね今日。いやおめでとうございます。大やけどなんです。違った意味で大やけどしてるんです。いや本当におめでとうございます。すごい油汗めっちゃ出てるんですよ。ありがとうございます。はい。その時はねコラボタオルで拭いてもらって。ありがとうありがとう。拭いてる。その時のための。復帰ありがとうございます。買ったみんな。はい。という本日主役の夏目えりさんですけども、まあせっかくだからじゃあなんかねインタビューしましょうか。そうですね。あ、任せてください。ちょっとえりさんじゃあね誕生日ということでなんかまた新しい1年が始まるわけですけど、なんかこう活動の今後の目標とかありますか？そうですね。やはり。皆さんにうるせえなこいつら。謝れ世間に謝れ。そうだ謝れ。謝罪会見みたいな。うっせえだ。発生してます。なんでしょうね。あでも動画作りたいなってずっと思ってるの。どういう動画ですか？結構旅行に行ってなんかカメラとかでめっちゃ撮る割には編集する時間がなくて全然めっちゃ溜まってるんですよ。あ、なるほどね。海外とかも行ってますからね。そうですよね。パンチュールでお出かけしたりとかしてた時の動画も私撮ってたりしたじゃないですか。ね、あと音声撮ったりとかさ、ああいうのをまとめて動画にしてばらまいていきたいですね。まあ Vlog 的なやつとか。そうです Vlog 的なやつを、そう2人の集大をどれだけ裏でひどいこと言われてるかっていうのをみんなに暴露していきたいなっていうのは今年の目標ですね。暴露します。暴露ってね、さっき謝罪会見みたいな状態だったらなんかまたそうしたらフラッシュたかれるよ。本当だよ。ダメだよ。いや僕は人が写真や動画を撮るときにノーノーノーなんて手を振ってくるやつがいたりとか、いやそういうやつもいるんですよ世の中には。本当にね、皆さん気をつけた方がいいですね本当に。世の中どんな人がいるかわかんないから。わかんないですから。